上の歯をきれいにさせていただくお客様です。します。はい、今回ですね、上の前歯のこちらの4本、2番目から2番目の4本ですね、美しく描いていきたいと思います。今の術前の状態なんですが、はい、右側の2本ですね、ここに金属入りの差し歯が入っていて、少し、ここに歯と歯ぐらいの隙間がですね、こう見えてきてしまっている状態です。はい、で軽く穴開いていただいて、中から見ると、まあ、このようにね、金属が使われていますので、こういったところをしっかりときれいに取っていきたいと思います。あとは、左側のですね、こちらの2番目の歯は、神経治療後で少し変色してですね、歯の色が少し暗くなっているので、このあたりね、しっかりときれいに描いていきたいと思います。今度噛んでください。今度横からグッと取ってください。あと前歯の角度なんですけども、少し前方にね、出ているところは、中に入れて、きれいなアーチを作っていきたいと思います。はい、また奥歯で噛んでください。目がちょっと、はい、上の歯をきれいにさせていただいたお客様です。はい、今回ですね、上の前歯の、ピンポイントのこちらの4本ですね、2番目から2番目まで美しく変えていきました。はい、で術前の状態で前歯の突出感ですね、ちょっと前突気味だったところが、はい、セラミックでですね、しっかりと調和の取れた歯列をですね、中に入れて作っていくことができました。で歯の付け根の部分から歯先にかけてグラデーションと透明感をしっかりとつけて、より天然歯に、ね、近い美しい前歯にしていくことができました。